こんにちは、岡田博史です。今回はシングルハンドロッドを使ったスペイキャストをご紹介します。スペイキャストといえば長いツーハンドロッドを使ってするのが一般的だと思います。ですが、短いシングルハンドロッドを使ってももちろんスペイキャストはできます。スペイキャストはシングルハンドロッドを使った場合でも少ないバックスペースでキャストできますし、フォルスキャストしないので、素早く投げることができます。それから、体の近くをフライが行き来しないので、やはり安全にキャストすることができます。それから、ウェイテッドニンフのように、重いフライを使ったり、リーダーの途中に、シンカーだとかマーカーだとかついて、絡みやすい、そういうような、リグを使った場合なんかでも、それをトラブルなくキャストすることができます。ツーハンドロッドで行うスペイキャストは全てシングルハンドロッドでも、できます。基本的なロッドの使い方もツーハンドと同じです。ツーハンドロッドを使った、スペイキャストの基本は別の動画で解説してます。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧ください。シングルハンドロッドを使ったスペイキャストはこんな感じになります。さっきのがシングルスペイ。こちらがスナップキャスト。それからダブルスペイ。こちらがスネークロールですね。これはペリポークです。シングルハンドロッドを使っても、ツーハンドロッドでやる、スペイキャストは全てできるんですけども、使うラインに少し工夫をした方が良い場合もあります。シングルハンドロッド用のスペイラインっていうのは、一部のメーカーでは若干発売されてますけども、それほど種類は多くありません。ですから、オーバーヘッド用のラインをそのまま流用することも多いと思うんですけども、そのような場合には、ロッドの表示番手よりも2番手から3番手ぐらい、重いものを使うといいです。ちなみに、今回の動画で使っているタックルは、ロッドが9フィートの5番、ラインは7番を使っています。このタックルの詳細については、概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はそちらをご覧ください。実際の釣りに使う場合には、どちらのキャストをメインにするかによって使い分けるといいと思います。例えば、スペイキャストだけ、あるいはスペイキャストを中心に、使って釣りをする場合には、先ほどご紹介したように、2番手から3番手ほど、ロッドの表示よりも重いラインを使うのがいいと思います。オーバーヘッドを中心にして、時々場所によってはスペイキャストを混ぜるかなという、オーバーヘッド主体の場合には、ロッドの表示番手通りのものを使って、どちらとも言えない、半々の確率で釣りをする場合ですね。場所によって、あるところではオーバーヘッドキャストで、そうでないところではスペイキャスト。半々で使うような時なんかは、その中間の重さ、例えば、ロッドの表示番手よりも1番手重いとか、2番手ぐらい重いとか、それぐらいの、中間的な重さを使うようにするといいと思います。ちなみに、スイッチロッド用のラインっていうのは、この3番目のケースを想定してデザインされているものが多いと思います。要は、オーバーヘッドと、スペイキャストの中間的な重さですね。で作られてます。ですから、この3番目のケースのようね、スペイキャストと、オーバーヘッドキャスト、半々の確率で使うような、時には、そのようなスイッチロッド用のラインを使うのも、いいと思います。それから、シングルハンドロッドは、ツーハンドロッドよりも短いので、コントロールできるラインは、ツーハンドよりも短くなってしまいます。通常スペイキャスト、あるいはそれに準ずるスペイ系のキャストの場合には、その時に使われるラインの長さっていうのは、大体、ロッドの3倍ぐらいから長くて5倍ぐらい、この間で使われることが多いと思います。距離競技なんかでは、もっと長いラインも使う場合もあると思うんですけども、釣りで使う場合には、そのような極端に長いラインっていうのは、かなり扱いが難しくなります。ですから大体、そうですね、長くても5倍ぐらいまでに留めるのが普通です。例えば、使っているロッドが15フィートの場合ですね。ロッドの長さの5倍っていうと、75フィートになりますけども、9フィートのシングルハンドロッドの場合、9フィートの5倍っていうと、45フィートになりますね。で、その45フィートっていう長さはですね、15フィートのロッドで見た場合には、ロッドの大体3倍となります。で、これはショートヘッド、やらショートベリーと言われるような、短いタイプのラインになると思います。
それぐらいの違いがあります。そんなわけでシングルハンドロードを使ったスペイキャストは、ツーハンドに比べると長いラインっていうのは苦手なんですけども、その短さの欠点をですね、補うテクニックがシングルハンドのキャスティングにはあります。オーバーヘッドキャストでもおなじみのホールですね。ホールをすることの効用っていうのは、オーバーヘッドキャストでも同じなんですけども、ラインにスピードを与える、ロッドにより大きな負荷をかける、つまりロッドをより大きく曲げるっていうこと、それにあとより長いラインをコントロールできる、主にその3点になるかと思います。で、オーバーヘッドキャストの場合ですね、ホールっていうのは、バックキャストかフォワードキャストどちらかで1回するシングルホール、それと前後でホールする、ダブルホールっていうのがありますけども、スペイキャストの場合には、そのシングルホール、ダブルホールに加えてもう一つ、トリプルホールっていうのがあります。それらを順番にちょっとご説明していきます。オーバーヘッドキャストと同じように、フォワードキャストあるいはバックキャストどちらかだけでホールをするのをシングルホールって言いますけども、オーバーヘッドキャストに比べると、スペイキャストでこのシングルホールを使われるっていうことは割と多いのかなと思います。例えばバックキャストのスペースが狭くてあまり大きなループを後ろに入らせない、そういう時にはバックキャストでホールしないでゆっくり投げてやって小さなループを作ってやります。で、そうしておいてやってフォワードキャストではホールをして、スピードのあるラインを投げてより楽に投げるようにします。必要であれば遠投も可能になりますね。バックキャストでホールした場合は後ろのループの入り出し方はこんな感じになります。ホールをしない場合のループの形はこんな感じになります。後ろへの張り出し方の違いがわかると思います。で、強い向かい風が吹いている、そういうような時なんかは、バックキャストしてアンカリングすると、その強い向かい風でですね、通常よりも強い力がかかります。その時にはですね、キャストの途中で、アンカーが外れてしまうような時があります。そのような時にも、やはり、バックキャストではホールをしないで、割とゆっくりめにキャストしてやって、アンカーが途中で抜けてしまうのを防ぎます。で、フォワードキャストの時にホールをして、風に負けない速いスピードのラインを投げるっていうですね、そういうような使い方ができます。フォワードキャストでホールするシングルホールをスローモーションで見てみます。反対に、後ろから強い風が吹いている時には、後ろのループが風に押されて崩れてしまいがちなので、ホールをして速いラインを投げて、しっかりループを作ってやります。で、フォワードキャストではそのままホールをしないで、投げてやれば、あと風がですね、ラインを飛ばしてくれますんで、ホールをしなくても楽に投げることができます。フォワードキャストではホールをしなくても、風がラインを運んでくれますんで、ラインに十分なスピードを与えることができます。バックキャストだけでホールするシングルホールをスローで見るとこんな感じになります。バックスペースが十分にあって、風がある程度、風がそんなにひどい風ではなくて、ある程度穏やかな場合にはですね、バックキャストとフォワードキャスト両方でホールしてやれば、楽にキャストができますし、より遠投することもできます。ただ、ダブルホールはシングルホールと比べると少し難しい部分があります。バックキャストでホールしたラインを、後ろに飛んでくラインの先端部分がアンカーとしてセットされる、それまでの間に、ロッドハンドの近くまで戻し終えなきゃいけません。それでないと次のホールができません。バックキャストでホールしたやり手を素早く戻して次のホールします。オーバーヘッドキャストでは、この辺のタイミングが多少ずれても遅れたりとかですね、してもそんなに大きな問題にはならないんですけども、スペイキャストの場合は、これが致命的になります。アンカーがセットされて、その直後にはループの下側の部分ですね、この部分は落下し始めて水面につこうとします。ですから少しでもタイミングが遅れるとループの下側のラインがついてしまってアンカーがきつく働きすぎてしまいます。で、前に投げてもその抵抗が強すぎてループができずに途中で落ちてしまうとか、そういうようなことになってしまうわけですね。ここでは少し大げさにやってますけども、こんな感じになってしまうわけです。で、その戻し終わるのが遅れないようにしようとするあまりに、まだロッドを振ってる時にホールのラインを戻してしまうとですね、ループは崩れてしまって後ろのループがうまく作れません。で、やはり、キャストは失敗してしまいます。オーバーヘッドキャストでは、このシングルホールとダブルホール、この2種類だけなんですけども、スペイキャストではもう一つ、もう一回ホールすることができます。最初に川下に流れ切った状態で水面についたラインをですね、引き抜くとき、このときにホールをして、で、その後のバックキャストでもう一回ホールで、フォワードキャストでもう一回ホールという計3回行うことができます。
このラインを抜くときにですね、ホールをしてやれば、長いラインだとか、沈んでるライン、そんなラインでも、抜きやすくしてくれるわけですね。シングルスペイでは、最初のリフト、イニシャルリフト、このときにホールしてやって、次の動作のうちに、それを戻してやります。で、本格的なバックスイングでもう一回ホールして、で、ラインが飛んできて、アンカーがつく前に、それを戻してやって、フォワードキャストでもう一回ホール、計3回のホールをします。イニシャルリフトの時にホール、続いてバックキャスト、フォワードキャストと3回のホールをします。ダブルスペイでは、ラインを持ち上げて、アンカーセットしますね。この時に一緒にホールしてやります。これによって、長いラインをリフトしてやるわけですね。で、正しいアンカーの位置まで飛ばしてやります。で、この時に、次にロド切り返している時にですね、この時に一旦ラインハンドをロドの近くまで戻して、バックスイングでまた引いてやって、でアンカーの形が整うまでの間にライハンドをロドの近くまで戻してやってフォワードキャストでもう1回ホール、検査計3回ホールすることになりますね。ダブルスペインの時は最初のピックアップの時にここで1回ホールで、その後、バックスイング、フォワードキャストと3回のホールをします。スナップキャストでも一緒ですね。リフトしてスナップする時、この時にホールを1回してやります。で、これを切り返すときに戻してやってバックスイングでもう1回ホール、それを戻してフォワードキャストでもう1回ホール、計3回になります。ここでも最初のスナップの時に1回ホール、続いて、バックキャスト、フォワードキャストと3回のホールをします。スネークロールなんかも同様にできますね。最初のロッドを回すときに1回ホールして、で、それをぐるーっと回してる間にホールしたラインをロッドハンドの近くまで持ってきてやって、バックスイングでもう一回ホール。で、アンカーが着水する前までに戻してやって、フォワードキャストで3回目のホール。こんなような形で、ホールをすることができます。スネークロールではこのようになります。最初回すときに1回、続いて2回、3回。とホールが続きます。今回はシングルハンドロッドを使ったスペイキャストをご紹介しました。スペイキャストはシングルハンドロッドを使っても少ないバックスペースでキャストすることができますし、素早く安全にキャストできます。で、ウエイテッドニンフのように重いフライだとかリーダーの途中にアンカーだとかマーカーとかついてて絡みやすい、そういうリグなんかも、絡むことなく、キャストすることができます。ツーハンドロッドと比べるとロッドが短いのでコントロールできるラインが短いんですけども、キャストの時にホールをしてやれば、そのロッドの短いという欠点を、カバーすることができます。バックキャストかフォワードキャストのどちらかでホールするシングルホール、バックキャストとフォワードキャスト両方でホールするダブルホール、それとラインを引き抜く時にも、ホールするトリプルホール、この3種類のホールを覚えてですね、それぞれの特徴を理解していろんな状況に合わせて使い分けられるようにしておくといいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良かった、面白かったと思っていただけたらグッドマークをクリックして、できたらコメントなんかもいただけると大変嬉しく思います。今後もフライフィッシングに関するいろいろなお役に立つ情報だとかいろんなものをお届けしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それから、その後、そのチャンネルのところにですね、小さいベルのマークがあります。で、そのベルのマークをクリックしておいていただけると、新しい動画をアップするたびにお知らせが届きますんで、見逃しを防ぐことができます。できたらそちらもクリックしておいていただけると嬉しいです。それではまた次の動画もお楽しみに。ありがとうございました。